じゃあ次、すすあたりとは何か。ま、ああの、映画の中ではマックロクロスケっていうふうに言われてるんですけど、すすあたりですね。あの、初登場でですね、いきなりすすあたりですね、メイに殺されます。こうですね。えー、すすわたり、一匹がですね、あの、気を失って落ちてくるのを見て、メイがパチーンっていうふうに手で叩いてですね、そのままお姉ちゃんのところ、 持ってって、パッと行くと、あれ消えちゃった、逃げちゃったとかって言うんですけど、そうじゃないんですね。巣あたりが潰れて手の中で潰れてるわけですね。で、えー、いきなりですね、こう、目に殺されてですね、悲壮感が全然ないんですけどもですね、これ何なのかですね。実はですね、巣あたりっていうのは、よいしょ。つくもなんですね。ツクモガミっていうのは人間が生活することによって生まれた、 まあ、妖怪みたいなもん。これも妖怪じゃないんですけども、ね、えー、茶碗や下駄が人に使われることで、命のようなものが終えて妖怪みたいな存在になったと。命のようなもの、妖怪みたいな存在だからやっぱり命じゃないし妖怪でもないんですね。室町時代の文献でですね、あの、つくも神規っていうのが、つくも神器っていうのが、つくも神規っていうのがあるんですけど、その冒頭に、えー、音明雑誌、 雑記という書物が出てくると。音明雑記という書物によればっていうです <laughs> もう音明雑記が残ってないですよ。なので、音明雑記という書物によれば、作られてから100年経った道具には魂が宿り。あーなんかこう、化け猫と同じような感じになってきましたね。人の心を惑わす。これをつくも神というと書かれていると。妖怪のようでお、妖怪ないとい。これは最近でなくてですね、つくも神というのはウイルスみたいなものなんですよ。これはあの、 まあ、高校とかで習うですね、バクトリアオファージのですね、模式図ですね。え、電子顕微鏡で見ても本当にこんな形してるからですね、こういうウイルスというですね、やつがいるんですけど、このウイルスっていうのは、生物のようで生物でない。 で、えー、まあ、形としてはですね、二重面体の頭があって、その中にですね、DNA が入ってるだけでですね、で、この足みたいなやつでガッと細胞にくっついて、中にこの DNA を送り込むと、そうすると、その細菌がバクテリオファージに変化するというですね、ものすごい不思議な生物、生物じゃないんですよ。これが、あの、ウイルスってです。だからウイルスと細菌っていうのは違うと、細菌が生物であれば、ウイルスっていうのは、どちらかというと機械に近い。 ですけども、これがですね、その、つくも神じゃないかなというふうに思います。あの、まあ、妖怪ではなくて、妖怪のウイルスみたいなもんですね。えー、なので、つくも神というのは文明の力ですね。だいぶ、まあ、ゲタとか本当に茶碗とかそういうようなものに取り付いたバクテリオファージで、単なるススが、すすたりも、単なるすが他のススわたりという妖怪、ウイルスにくっついたことによって、ススわたり化していくと。そうやってススわたりが増えてからスわたりは一斉に移動するけども、 一つ一つの形には知性もなければ目的もないと。なので、なんかメイに殺されてもですよパチンとやられても死んじゃっても悲壮感がないのは、やっぱその妖怪の中のウイルスタイプ、ウイルスタイプだと。<laughs> まあ、ウイルスだというのは僕,僕が勝手に言ってるだけなんですけども、まあ、明らかにつくも神でありましょうというふうに思います。じゃあですね、巣あたりは、なんか、 これもですね、やっぱり水木妖怪に対してですね、あの、すべてを人格化してですね、目的とか動機を与えてしまう水木妖怪に対してですね、そうじゃないだろう、妖怪っていろいろあるだろうっていうですね、回答であってですね、宮崎駿流の、まあ、ま、つくもがみではないのかっていうのは素当たりだと思います。